富澤！何やってんだよ。もう少しで死ぬとこだったんだぞ、お前。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。やっぱね、皆さんにやっぱ愛されてる作品にね、こうやって出るなんて、多分俺の世代で知らない人いないんじゃないですかね。もうあのバンドメンバーも、キングヌーのバンドメンバーみんなやっぱりやったことある人たちで、行ってこいよみたいな、そんないい話ないよみたいな感じで、僕もあのもちろんねプレイしたことあったんで、めちゃくちゃもう前のめりな感じで、難波さん的なちょっとこう情けないところもありつつ、でもどこかこう頼りになるみたいな、なんかそういう人僕はもともと好きなので、あ、これはなんかやりごたえがあるなと思いましたね。なんか富澤の絆シナリオ、あの初めて渡されて読んだ時に、家で恥ずかしながらボロボロ泣いちゃいましたね。感情移入しちゃってなんかこう普遍的な、こうなんて言うんだろうな、誰しもがこう抱く後悔みたいなものを結構富澤が担ってたりするんで、そこにこう感情移入しやすかったですね。うん、なんか歌のレコーディングと共通するものがあったというか、その僕がなんて言うんだろう、セリフ言ってた後に、あ、ちょっとこちらで確認しますねみたいな、ブースの外であの言われるんですけど、僕はその多分結構言われてるっていうのは慣れてるんで自分のこう歌ったものに対してあ、多分なんかこう、あ、いろいろ議論が交わされてるなっていうのは、まあ、元々慣れてたんで、なんかそこはこう変なプレッシャーを受けずにできたかもしれないですね。はい、どうか僕をパーティーに入れてプレイしてくださいと、はい、お願いしたいです。なんかこう気に食わないなとか思ったら、まあしょうがないんですけど、まあ、できるだけね、やっぱりこうシナリオも絡んでるんで、使っていただけたらすごい謙虚だな